任天堂の64ビットゲームマシーンがついに姿を現した。これが最新のファミコン、任天堂64だ。もちろん電源を入れたらすぐに遊ぶことができる。新しいソフトを生み出すために常に新しいコントローラーを作り出してきた任天堂は、 3D ゲームのための最新コントローラーを完成した。これがこのコントローラー最大の目玉、サンディースティックだ。このスティックを親指でグリグリと動かすと、画面の中のキャラクターもグリグリと動く。マウスが必要だったゲームもこのコントローラーで遊べてしまう。新しいマリオのような3次元の世界を思い通りに動き回ることができる。3次元の空間を飛んだりする気持ちよさも、このサンディースティックのおかげで存分に楽しめるようになった。レースゲームの微妙なステアリングも可能。とっさの動きもすぐにできるから、シューティングの操作性も格段とアップ。あ、もう一つ3次元の操作に欠かせないのが視点の操作。この C ボタンユニットがあれば、プレイヤーがいろいろな方向を見回したり、自分の姿をいろんな位置から眺めたりできる。このコントローラーのもう一つの特徴はメモリーパック。ゲームのデータ、コントローラーのチューニングなど自分のデータをセーブできる。対戦ゲームをセーブして研究したり、自分の野球チームや F1 マシンを強くして戦ったり、遊びがどんどん広がっていく。もちろんコントローラーには従来と同じボタンもある。そして Z トリガーボタンも加わった。コントローラーの握り方はこうだ。ライトポジションはサンディースティックもボタンもフルに使えるから、64ビットならではのゲームにぴったりだ。レフトポジションはサンディースティックの操作が右手でできる。この時おなじみの十字キーは C ボタンユニットの代わりにも使える。そしてこれがファミコンポジションだ。本体には4台のコントローラが接続可能。標準で同時に4人までゲームに参加できる。みんなで盛り上がれそうだ。3次元の空間に広がり始めたゲームの世界。徹底的に新しい遊びを考えた末に完成したコントローラー、任天堂64。21世紀のエンターテイメントがここに生まれる。